先日、クマによるけが人が出た県内、県は新たな対策として、クマを自動で識別できる AI カメラを10台設置すると発表しました阿賀町で先月31日、今年度初めてクマによるけが人が出たことを受け、県はクマ出没警戒注意報を発表しました県は昨日、熊クマを含めた鳥獣被害の対策を話し合う会議を開きました。 県は新たな取り組みとして山や森などに120台の定点カメラを設置し、熊の個体数や位置など生息情報を集めて県民に広く提供することにしています。またこれとは別に熊を識別できる AI カメラを10台投入します。熊をめぐっては環境省が今年4月指定管理鳥獣にして、県は今後国の交付金を活用した 管理や対策を進める考えです。